テトボは、マケドニア共和国北西部の都市、サルサンミヤクの麓にあり、中央オペナ川が分ける。市は、面積およそ1080平方キロメートル、海抜468メートル地点にある。基礎自治体、テトボとして、の人口は86,580人である。テトボ国立大学と、南東ヨーロッパ大学の本部がある。言い伝えによると、テトボは、 テトの地を意味する。神話では、町は、神話上の英雄テトにちなむ。別の語源でのテトボは、スラブ語のハテティから来ているとされる。テトボという地名は、ハテイトボか、我々が住みたい土地に由来することになる。チの字に当たる音はマケドニア語で失われている。トルコ語での使命はカルカンデレンである。カルカンとは、木製の屋根の一種である。数世紀前、 すべての家の屋根は木で拭かれていたからである。テトボ地域では、鉄器時代から人が暮らしていたが、6世紀から7世紀に、南スラブ人の大規模移住が、バルカン半島へ行われた後、テトボは、聖教会のスラブ人定住地となり、その周囲には、聖ボゴロディツァ教会が14世紀に建てられた。聖ボゴロディツァ教会は、最初13世紀に建てられた。 テトボは主要なキリスト教途中心地とみなされ、始めたのだった。テトボは、聖教会不死教座が初めて置かれた。テトボ最古の定住地は、ゴルナマーロと呼ばれた聖母ゴロディツァ教会周囲の地域だった。テトボの現在の都市は、この小さな中世の聖教会スラブ人地区から、成長し、建物と住宅が、教会周囲に建設された。すぐ後に、他の聖教会の教会、 近接する、セーペトカ教会、聖ネデラ教会が、ペナ川を越えたコルティクマーロに建てられた。14世紀終わり、テトボとマケドニア全体は、オスマン帝国支配下に入った。このトルコ領時代、テトボは、正教会の信仰中心地であり続けた。正教会の施設が置かれ、宗教指導者の住宅が置かれたのである。マケドニア内でのイスラム教徒人口は、 トルコ支配初期に拡大し、モスク、ハンマーム、市場が15世紀にはあった。美しく彩色されたモスクは、パシアモスクとして知られ、1459年にトルコによって建設された。テトボは、トルコの独裁化にありながら、地元農民、職人の重要な貿易中心地となっていき、同様に重要な軍事防衛設備も設けられていた。トルコの影響は深く浸透し、 テトボからカルカンデレンとトルコ語に改名された。17世紀に著作を書いたハシハリフェは、カルカンデレンは驚くべき割合でその定地一体に拡大していると記した。19世紀からテトボ人口は周辺自治体を含め増加し、フランス人旅行者アミブエは、カルカンデレンには4500人の人口があると記した。解放闘争を象徴する。 女性兵士の造されなジャミヤは、旧市街のペナ川近くにある。モスクは1495年に建てられ、1833年に、アブドゥラーフマンパシャによって再建された。レショク修道院、聖アタナシウス教会、生新庄教会はわずか8キロメートルほどしか出とぼと、離れておらず、ブレズの村へ向かう途上にある。生新庄教会は1326年に建てられ、 秀逸なビザンティン建築様式と建築伝統の見本である。教会は三つのフレスコ画の塗り重ねがある。最初のものは底面で建設初期、第二期と中世のものは17世紀に加えられた。第三期と上層は1879年に加えられた。いくつかの大理石精円柱は原型の教会からのもので、現在はテトボ博物館で見られる。 セアタナシウス教会は1924年に神の母教会の隣に建てられた。レ職修道院の庭にはユーゴスラビアの教育家キリル・ペーチノビクの墓がある。彼を称え、この修道院は文学翻訳者の国際会議を開催した。テトボはマケドニア語が唱祭の開催地でもある。テトボ住民の多数派は 民族的アルバニア人でおよそ6万886人に達する。2番目に人口が多いのはマケドニア人の2万53人である。その他に2357人のロマ人、1882人のトルコ人、604人のセルビア人、156人のボシュニャク人、15人のアルーマニア人で構成される。 2002センサスリザルツテトボ基礎自治体公式サイト。ありがとうございます。